これかな。いわゆる池袋の大通りよりなんか裏道に入った方がなんか面白い気がするな。目的地は左側です。あれ、あ、ちょっと見に来ただけなんですけど。はいはい、どうぞ。これ売り物みたいなのも一応あるんですか。はい。ええー。例えばこんな。ああ、へえ。すごいなこれ。これ何ですか。あ、これは今。あれで、あ、これあれですね、カメラのあれでしたね。いや、これ今これを組む。へえ。内装3段のリテーナーが壊れた。へえ。38ぐらいじゃない。あ、38だと 40C だ、40mm、4cm。 へえ。グラベル、今グラベル風のやつ。そうですよね。ああ、これ映しても大丈夫ですか。今止めたんですけど、はいはい、なんかこれ面白そうだからうわっと思って、これはなんだみたいな。そうそう、もっとも Google のストリートビュー見れば出てる。へえ、うん、そうなんだ。でもなんかそんなこと言われたら、なんかこれさっきなんか自転車屋さん見てきたんですけど、それこそグラベルのやつ見てきたんですけど、結構やっぱり高いんでね。そう、まあ何でも乗れるのと、あとなんかほらキャリアとかつけたかったらつけれればっていう。ガンドナーの現代版だね。あ、そもそも泥よけつけないからね。ああ、そうですよね、うん、まあランドナー派いることはいるよ。うちのクラブ員もいるけどね。そうですね、学生の時そうだったんですよ、ね、俺もそうだよ。昔はね、フロントサイドを2つつけて走ってた。へえ。ただあの、まあ、ドロップバーかっこいいからそれで乗ってたけど、その後あの都内で乗る時はドロップバーはワンテンポ遅れるから、あ、途中横からポンとおばさん出てきてぶつかったりして、で下を持つのはあんまりないから、あ、俺はあの今はブルホーンをおすすめして。ああ、でブルホンに、いや変えてくれって言ったら変えてくれる。ああ、そうそう、何でも改造何でも、まあ、なんかできそうですもんね、うん、そんな感じを見ると。これもね、ネットで2万円で買ったやつを、当時13キロだったのを 10.5 キロまで軽量化して、あのフレームの形が好きでね。ああ、かっこいいですもんね。かっこいいでしょ、うん、こちら。すごいな。へえ。もう原型が残ってるのは、うん、まあ、ホイールと、うんうんうん、まあ、変速機もまだ変える予定だけどね。へ、もちろんチェーンリングあれやペダルやらハンドルも違う、あのステムも違う。これが長すぎるのは切った、うん、タイヤももちろん変えた。それで 10.5 キロBB も変えたけどね。 BB って何ですっけ。ボトムブラケット、こんな感じ。ああ、なんか見た、うん、昨日ぐらいからいきなり見始めて、知らない言葉がボコ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 出てきてでステムっていうのがこの辺りなんだなっていうのはなんとなく分かったって、そのぐらいなんですよね。乗ってる時は全然こだわってなかったからな、乗れりゃいいっていう感じだったんで。 それもノーマルもまあまあ格好はいいんだけどね。へえ。あ、じゃあそんなことやってんだ、うん、めちゃめちゃ色もかっこいいし、ね、なかなかいいですよね、なんかね。これは普通の人が2万円で買えるんじゃ思いっきりいいじゃんそうで、あとは好きな人が改造していけばいい。あ、そうですよね。 できない人はうちへ持ってきてくれるとあ、そのあれで流れで1台売れた。へ、あ、どうぞ、 どうぞすみません。へえ。これちょっとかっこいいんで写真撮ってもいいですか。すごいかっこいい。あれ、どうかな。よいしょ。へえ。あ、で売れたんです。あ、売れたって言ったって、その人もネットで買うって言ったら、もうちょっとこの辺から撮るって。
こっちですか。このカメラも斜め前ぐらい。じゃあ撮ってもらっていいですよ。カメラも好きそうだな。さっきフィルターありましたよね。はい、それ1回で多分撮れます。ここだよっていうところで。そう。ここだよっていうのは。これで撮ってもらえれば。こんな感じですかね。ああ、いいですか。うん、じゃあこれ後でどっかしておきます。はい。すごいな。で、自分の一番。これがどれですか。ああ、24インチがね、はいはいはい、あの出そうか。いやいや、いいですいいです、大変なんで。 あれを見ると出てる、あの、Facebook とか、へえ、あの誰もほとんど見ないブログとか、うん、へえ、すごいな。これに小さい写真がある、ガラケーだ。おお、かっこいいですね。これ見えます。これちょっと映らないかな。映らないかもしれないですけど、かっこいいのが。これはね、私の、あの主義がね、主義がっていうか、24インチが、あの日本はタイヤもホイールもほぼないけどね。2700C では、はいはい、あの170以上の人はかっこいいフレームつける作れるけど、170以下の人間はもうフレームが潰れちゃってかっこいい自転車にならない。つまり、ということはどういうことですか。このヘッドチューブがね、もうまたまたヘッドチューブがどん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 短くなってくるんで、あの背が低い人は、例えばこれでこれが 700C だとして、はいはい、背低い人はこうサドル下げなきゃならないでしょ。あ、そこいますね。サドル下げるとここもだんだん潰れてくる。あ、そうするとこういうフレームになる。あ、ここが上と下がくっつくとかっこ悪い。ああ、そういうのがあるんですか。へえ。で、あのサイクルショーなんかでよくあのモデルで出るのは 700C が出るのは、これがこのぐらい長いやつ。ああ、やっぱその方がかっこいい。かっこいい。で、それを乗れる人間はっていうと180とかそれ以上ないと乗れない。あ、で、そういう身長が足んない人間がここの長いのを乗ろうとすると車輪を小さくする。あ、それで24インチになった。ああ、なるほど、うん、で、これ20もまあまあいけるんだけど、あの小さくなればなるほど、あの障害物の乗り越え性能がよくなくなるわけね。おー、ドンって言うと、そうそう、スクーター、はい、そういうあれで、本来は車輪大きい方がいいんだ、 700C のいいんだけど、タイヤの種類もごっそりあるから。でも、あえてなくても形にこだわって24。おー、タイヤも種類ないけど、へー、で、あのフレームをオーダーした。おー、なるほどね。で、あの、ただしいいんだけど、タイヤの種類が思いっきりない。ああ、もう選べないってこと、ね、選べない、はい、シュワルベ、井上、パナソニックで全部合わせて 3,4 本しかない。おー、 700C は何十本いろんなメーカーから出してるじゃない、はいはいはい、何十本どころで何100本100種類以上。おー、ただ20インチは、はい、ものすごい種類が多いんで、あの、へえ、どういうわけかいっぱいいきなり出てきた。前はね、20の同じ20インチって言ってもね、はい、これは20のリード径が451ミリなのね、はい、で406っていうのがいわゆる一般にある20インチ。おー、でちょっとスポーツタイプの20インチが、大きくて、でしかも細いタイヤがある。へえ。でそれがものすごいいろんなタイヤメーカーから出してるんで、はい、いろいろ選べる。へ、でこのサイズも一応押さえとかないといかん。そういうで、うん、その中でフレームのかっこいいものっつって、はあ、世の中で20インチ出てるのあるんだけども、フレームがかっこ悪い。ああ、バーッと見てるうちに、あ、これフレームがかっこいいっつって、へ、いろんな不満はあるんだけどね。あの逆詰めっつって、あのストレートエンドが欲しいんだけど。そうなんですか、逆詰めって。この後ろのシャフトを止めるのに、はい、これは今こういう穴、溝があるの、溝っていうか、ほう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 、ストレートエンドっていうのはこうなってる。あ、ほぼほぼ調節できない。あ、うん、だけど、あのエンドが小さくなるし、うん、あの、まあ、仮に緩んだとしても、その踏み込んで動かない。これは
あの物によってはそのクイックがついてるののプラスチックの台座があるやつは踏み込むとガサッと動いたりする。そもそもあのロードエンドっていうんだけど、ロードエンドっていうのの有用性がそんなにない。大昔そのなんて言うんだろう、変速機のキャパシティがない時代にこういうのを作った。って言ってるけどそこも意味分かってない逆に自転車が好きな人が見てくれたらいいかもしれない ね。ああこのおじさんこのこういうこと言ってるよっていうのは、ね、買ったあれをね見てるとね軒並み評判いいですよ。すごいんだな。でも見てもあんまり分かんないんですけどね。あこの前なんかターンのクラッチっていうのがなんかすごいかっこよかったんで、うん、あれしたんですけど、それが650クラッチっていうのか、 あれは 650C ね。そうそう、だから 650C のタイヤをなんかそれはちょっと細かったんで、もうちょっと太いやつ、うん、28まではある。28まであるんですか、うん、あだからその24のがないのと同様に650もほぼほぼでもないな、24よりは種類あるっていうのは、 650C っていうのはあの 700C が大きくて乗れない人が650っていうことで出たんだけど、あのいかんせん数が出ないんだ、あのみんな 700C 使っちゃうから、ほんのちょっとしか違わないから 700C で潰れたフレームを買う人がほとんど、650に乗るっていう人はあんまりいない。でメーカーも出すんだけどあんまり売れないんでどんどんやめちゃう。ターンがいずあの一時その650は日本人小さい人は小さいホイールですよって言って出したんだけど、はい、まあ、今でも出してるかもしれないけど、やっぱりあんまり売れない、タイヤの種類がない。あ、まあ、そういうことです、ね。そうでそこまで割り切るんだったら、割り切るっていうか小さいホイールにするんだったらあの24に知ってしまえというのが私のあれ。24インチは、ね、ジュニアスポーツって子供用のロードレーサーに使うサイズ、はいはい、その700とか650とかっていうのと24っていうのは単位が違うんですか、うん、なんかこうこれ20、まあ、普通のあれママチャリだったら 26.5 とかなんかこう言うじゃないですか、うん、それと連動してるんですか、連動してないですか。あのいろんなフランス表示とイギリス表示とそれで違う。だから20インチでも3種類ある。へえ、20のビード系っていうんだけど、あそれがこのリムに引っかかるビードワイヤーっていうのがあるんだけど、そのビード系があの20インチっていうのはその406mm、これは451mm、それは書いてある28-451、うん、ビード系が451。あそれが B と A とか B とか C とかっていう、いやその APC っていうのは700の、うん、あ フランス表示かな、あのタイヤの、うん、700C っていうのは700の C、 あ650で言えば 650A っていうのは26の83とほぼ共通、はい、で650B っていうのは今の 27.5 って言ってるマウンテンバイクと共通で、 650C っていうのはそのロードレース版の細い、うん、そういうことなんだ。いや非常に面倒くさい。あそうですよね。もうそういう意味では何だろうな、タイヤから選んだ方がいいのかなって感じも、なんかそうでもないのかな。選ぶは自分がどういう走りをしたいか、どういうことをやりたいかっていうことですね。自分の身長と、はい、走行性をどこまで重要視するかと、はい、うん、じゃあちょっと考えますね。でもなんか僕たちはなんかよくわかんないけどすごいいろんなことを教えてくれるんでっていうところはありますよね。すごい。この猫はよく来るんですか。これ猫映ってるかな。猫も完全に見てるな。わかりました。じゃあちょっとあれして、ライトウェイっていうのが24をね、あのこれですよね、うん、これが身長に合わせて、はいはい、あのホイールサイズを
出してる今、24、26、700C って、はい、同じシェファードっていう名前の車種で、はい、身長に合わせて24インチ、26インチ、700C を出してる。まあそれでもその24インチは種類がないから、うん、これもかっこいいもんな。そう、ただこれもね、はい、まあ、これはそのライトウェイのシェファードの24っていうのをめちゃくちゃ改造してある、はい、本来はもっと背の低い人用なんだけど、はい、これサドルってなんかこう編み編みになってるじゃないですか、これはこれで完成なんですか、これで乗るっていう。そう、これはね、昔あのもっとうんと高い丸いっていう部品のあれで出してるところのコピー商品、はい、へー、そうなの。もう丸いでも生産中止だけど、はい、発売し当初は1万3000円してた。へー、それをコピー商品 で、うん、はんはん、これはネットで今1000円しないで売ってる。へー、ただしプラスチックの材質が悪いんで、はい、まあまあそこそこ乗ってると割れてくる、あ、このあのベースの付け根がね、で少しでもそのベースの割れを遅らせるためここに切り込みを入れた。ああそういうことですね。 そこでちょっとこう、うん、シナリオを、まあ、作ってっていうことですね、うん、ここでなんつうの、そこまであるとここでいきなり曲がるけど、はい、こっちまで切り込み入れると、はい、全部が覆ってあるところで受けるから多少延命される。でもまあ最悪1000円だったらまた、そうそう、そこそこ、そ、ね、何ヶ月1年間乗れりゃ1000円だと思えば今サドルなんか1万2万するようなのあるじゃない。でもやっぱりこれ乗りやすいんですか。まあ人によって硬いとは言うけどね、このぐらい柔らかければ。へえ、今はもう、ね、モデルチェンジして丸いでは1万3000円とかあれで売ってる。パッドがねもう少し柔らかいのがつくようなのも売ってる。わかりました。なんかいろいろ勉強になりました。すごいな。まあ、ぜひ自転車に乗ってください。はい、じゃあちょっとまたお邪魔するかもしれませんし、あ、はい、まあ、どうせだったらっていうところがあるんで、はい、それもちょっとまたネットで YouTube でこうジロジロ見て、またよかったら今日のあれですか、ね、週あれ曜日とか休みとかないんですか。特に今のところ休みは なしっていうか勝手に休んでいないことも多い。ああ、いない時もあるけど、うん、いる時はいるよっていう感じです、ね、そう、わかりました。ちょっと楽しみに。なんか YouTube かなんかやってるんですか。 YouTube やってますね。ただでも自転車とか全然関係なくてやってるん でただブラブラしてきて、とりあえず自転車を考えながらこうブラブラするっていう、それだけなんですけど。なるほど、わかりました。ありがとうございます。はい、また多分来ると思うんで、その時はよろしくお願いします。失礼します。ありがとうございました。はい、あれこれ7分あ19分か。いやー、ちょっと一旦止めよう。